琉球沖縄の歴史を語るとき、いつも当惑するのが、十分なかつての戦争前の古い歴史が、歴史に関する書物が一切ないということだ。古文書による難しい過去の歴史は、特に南の国琉球には太平洋戦争の完全なる崩壊と消失で何もないというのが現在の実情である。そこで分かりやすい日本と対比した歴史から紐解いてみたいと思う。壇の浦の戦い、源氏と平家の戦いは、現在の山口県の下関で行われた1185年の平安時代の末期の戦いである。この戦いで平家は滅亡し、安徳天皇は入水自殺をしたと伝えられているが、その後多くの書物から一部が四国に逃れて、新しい平家再興を図ったという話や、さらに安徳天皇自身のニュースも、入水自殺も本当かどうかわからない。また天皇を伴って九州南薩摩に逃れて、さらに薩摩から奄美大島に逃れたという説もある。またその証拠に奄美大島には未だに平家の姓を名乗るたくさんの一族がいる。筆者の親戚にも